えー、広木さんこんばんこばは姉の会社は総菜の製造会社で立ち仕事がきついのと意外と細やかな作業が必要で社員がどんどん辞め外国人も含めたアルバイトを募集しても来ません働いている社員も先が見えずすり減ってます外部の人に改善してもらったりと助言しましたがそういった働きかけをする余裕もなく事業縮小していますどうしたら労働環境の改善と楽話みできると思いますでしょうか、えー、値段を上げる あのまあ、さっきの話にもよるんですけどあの値段を上げない限り給料は上げられませんなので給料を上げ,てあ上げるためにはまず値段を上げないといけませんで値段を上げないと売れないような商品を作ってるのであれば残念ながらその程度の仕事しかしてないということです あの思い入れとか、なんかあの手作りで一生懸命頑張ってるとか、なんか私たちのおいのしいって言ってくれる人の笑顔が欲しいとか、なんか多分そ,のそれなりのモチベーションを持ってやってらっしゃるんだと思うんですけど、じゃあ、商品あたり50円値上げしますって言ったときに、うん、いらねえよって消費者が言うのであれば、それはその程度の商品なんですよ。要は、50円払って買っておいしい、笑顔になりたいと思わないような商品を作ってるってことなので、ストレートに値上げしたほうがいいんじゃないかなと思います。 で割とそのまあ日本のよくあの田舎にあるのが悪い癖なんですけど。 その人が集まらないから、じゃあ外国人を安い値段で働かせて、なんとか回して、その会社を残そうとするっていうのが、まあ、5年、10年だったら回るんですけど、結果として安い外国人っていうのもなかなか来なくなって、でじゃあ従業員も少なくなってって、でその外国人の人って永住するわけではないので、まあ、あの技術実習的なので、5年来たりいたりなくなっちゃいますみたいなので,で、次の人を一から育てるのも大変だよねみたいなことになって、なので結果としては値段を上げて、日本人を雇って長く続けた方がいい。 よねって話なんですけど技術研究生を使うことによってその日本人を雇って回すっていう値段音と質を上げてその日本人に給料を払ってでも回せるような会社にするっていうのを怠ってしまうっていうのがあったりするのでなのであの価格を上げられないような会社はその程度であるっていうふうに認識するという文化がもうちょっと日本では広まった方がいいんじゃないかなと思います。